母子家庭救済プロジェクトを始めましたか。よかったですね。まあ中にはね、苦しいのは母子家庭だけじゃねえみたいな足を引っ張る人いると思うんですよ。そういう人には目もくれずに、自分のやりたいことからまずやっていきましょう。それでそれがコンプリートしたらね、別の困った人にまた目を向けていく、それでいいんじゃないですかね。やっぱり私たちができるのってのは、たくさんの困った人に答えることはできませんけども、でもね、たった一人の人でもいいんですよ。何かができたらそれで上等だと思うんですよね。で、私たちはなかなかね、人のことまでやる余裕ないよっていう気持ちも確かにあるんですよ。だからそういう方はやらなくてもいいんですよね。ただ人のために何かやってみたいなっていうのがビジネスのスタートだと思うんですよ。そう、ビジネスってのは人の困ったを解決する仕事ですよね。まあ、だからそういう意味で言うと、自分の利益報酬を抜きに、まずはやらせてもらえること、信用してもらえることっていうのが第一歩で、その次にちょっとだけ報酬をもらいながら、経費ぐらいもらいながらやらせていただけること、そういうフェーズがあります。最後に自分も儲かりながら人の役に立つっていうフェーズがあるんですよ。だから私が去年言ったでしょ、まずは低価格のもの、もしくは無料のもので、少額のもの、高額のもの、この3つなんですよ。で、自分がどのフェーズにいるかによって自分の力量っていうのが客観的にも測れてくるわけですよね。そしてですね、大抵の人はね、ただでいいからやらせてよじゃなくて、お金を払うからやらせてくださいっていうフェーズにずっといるんですよ。だからなかなか余裕ができないんですけども、そもそも世のため人のためにやるのに、自分の経費を手弁当で払っていくスーパーボランティアって人はいますけども、そういう人はね、本当中にはいるんですよ。でも大抵の人はそれはなかなかできないんですよね。まあ、だからこそ自分の労力だけで済むんだったらやらせてもらえるっていうフェーズがまずあるわけですよね。4つに分かれるわけですよ。これはね、情報発信も同じです。情報発信も世のため人のためにやることも4つのフェーズがあって、ここからよく聞いてくださいよ。情報発信をするときに、この情報を受け取ってくれる、1000円あげるからって言わないといけないレベルの人がたくさん溢れてるんですよ。それが広告っていう世界です。お金を払わないとそもそも情報を受け取ってもらえないっていう風なレベルの人ですね。大抵はこの人なんですよ。ここにいる人なんですよ。次はですね、この情報無料なんだけど受け取ってくれるかな、見てくれるかなっていうもの。これはですね、無料ブログがちゃんと書ける人、そこに読者さんが集まる人というレベルになります。で、次はですね、少額のものだったら買っていただけるっていう方ですよね。例えばセルフバックのやり方とかね、 YouTube のアカウントの作り方、こういうのは多分少額でも多分ね、買っていただけると思います。でも高額のものになるとそうはいかないんですよ。高額のものはなんでね、高額なのかっていうと、自分の解釈が入ってる、自分のスパイスが入ってるからなんですよね。で、労力に加えて自分にしかできないその労力がそこにプラスオンされてるんで、ファンの方が買ってくれるって形になります。あくまでもファンの方です。というとですね、誰が発信しているものでも結果が良ければ全てよし、商品良ければ誰からでも買うよっていうフェーズを抜けて、いや、あなたじゃないとダメなんだと、金額じゃなくて、それこそね、著しく高ければ懐の関係で買えないけども、花龍馬さんが売るんだったら何でも買うよっていうのがね、ファンの姿なんですよ。で、今回スーパーチャット投げてくださった方いましたよね。これはですね、花龍馬さんがやるプロジェクトも好きだし、花龍馬さんがそれをやることが好きだし、要するに花龍馬さんのファンなわけですよ。この1年でもしね、花龍馬さんが人生に誇るものがあるとしたら、きっとこういうことなんじゃないかなと。人は人によって支えられて、人は人を支えていく、その支えると支えられるの間にいるから人間なんではないかなというふうに思うわけですよね。で、行動できなかった人、途中で辞める人、音信不通になった人っていうのは、まだね、まだですよ、まだ世のため人のためになりきる覚悟ができていないのかなというふうに感じざるを得ないかなと思います。でもそういう方でもきっとね、きっと花屋龍馬さんの元に帰ってきますよ。そしてまた一からやってくれると思います。で、それはね、なんでそうなるかっていうと、あ、さすが花屋龍馬さん、そんなことまでやってんだ、ちょっと誇らしいな、俺も昔縁があったんだよな、だからもう一回一緒に走らせてもらえないかなっていうふうな気にさせるほどに、花屋龍馬さんが先の先を走る背中を見せることでそれは実現します。まあ、ですんでね、一緒に走っていきましょう。それでは新年のね、花屋龍馬さんとの対談楽しみにしてます。どこで会うかそろそろ決めていきたいですね。笠岡どうですかね、倉敷どうでしょうか、なかなかいいところありそうじゃないですか。それでは行ってらっしゃい。